はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。オリと暗闇の森、続きからプレイしていきたいと思います。前回はですね、このホルーザンを進んできて、まず両サイドの溶岩を止めて、でこの最深部に来たとこですね。でどうなんですかね、水と風のエレメントの時と同じように、脱出イベントというかになってしまうのか。火のエレメントまであと一息、エレメントが復活すれば彼女の怒りが引き起こしたことも元通りにできるはずだ。どっち？こっちか。危ない。あ、でも別に急がなくてもいいのかな。隠れながら。できないから次は下か。いや今来てたな。あ、風か。風に乗って一回右。危ない。私の光を打ち消そうと彼女は火を放った。セーブができない。あと一歩、ニブルの森が生き返る。あっ、あっ、ナルを操作か。
繊維が戻れば卵も助かる。これはいやーこれはやばいっすね。これはやばいな。するしかなかったってことですね。で黒は光で死んでしまうけどそれでも子供を助けたってことですね。でなるがオリを抱いて親が子供を死に心が動いたのかそんな感じでしたけど、いやー久しぶりにこれは刺さったな。もっと早くやっておくべきゲームでしたね。
これはゲームやってる人みんなやってほしいかもしれない。それぐらい素敵なゲームでしたね。いやで、卵がですね、黒の卵が、ナルたちの家にあって孵化しようっていうところで終わったんですけども、ということは2で、2はじゃあこの4人って言っていいのかな？が一緒に仲良く いてくれたらいいんですけどね。オリとナルとグモとで黒の子供と、どうなるんですかね2は。森も復活して、なんかこう害になるようなものはもうないような感じがするんですけどね。また何か問題が発生するのか。いやでももうこれを超えるストーリーはなかなか難しいんじゃないですか。2でそのシステム面、遊びやすさとか、そういうところはブラッシュアップされてるとは思うんですけど、ストーリーこれを超えるのは難しいですよね。いやーちょっとね落ち着かないですね心が。今回プレイして、最後までプレイしてボス戦がなかったんですよね、このゲーム。多分あえてそうしたんだと思うんですけど、このストーリーラインを考えた時にボスっていう存在がいらないって判断、多分各エレメントの場所にボスを配置するとか初め多分考えがあったと思うんですけど、あえてそれをボスをどうやって倒すかとかそういうゲームではこれはないからいらないって判断して削ったような気がしましたね。今終わってみて途中でそういうのが挟まれると、なんかこうちょっとこう止まってしまうというか、あえて削ったのかなっていうそんな感じがしましたね。2はもしかしたらボスとか出てくるかもしれないですけど、ちょっとね、やばい、鼻が。はい。ということで、オリと暗闇の森、この辺で終了ですかね。でもうすぐ2が、発売するんで、初め買うかどうか迷ってたんですが、これはもう買わざるを得ないというか、放送、録画してアップするかどうかは分かんないですけど、ゲーム好きとしてはこれはやらないといけないかなっていう感じがしますね。はい、では長い間ご視聴ありがとうございました。ではまた他のゲームで、見かけた時はよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。